開演前から会場を爆笑の渦に巻き込んだのはこちら、安室玲子と古谷徹さんによる注意事項 VTR。 懐かしいシーンを交えながらの安室からの注意事項には会場から大きな拍手が。この後、当日までシークレットだった我々 MC の登場へと続きました。古谷さんのあの説明がですね、面白すぎるんです。この後に出るのは超出づらいんですよ、これ。あ、めちゃめちゃ受けてる。あ、いや、緊張してきた。直美です。Gフェスティバル開催おめでとうございます。そうですね、私は今回あの司会という形で参加させていただきましたけども、緊張しながらやっております。いかがでしょうかという感じなんですけども、あのそうですね、思い出のガンダム作品は全部思い出なんですが、やっぱり一番印象深いのはファーストガンダムで、やっぱり兄が大変夢中だったので、子供の頃兄の部屋に入った時に、そこにあのシャアの下敷きが落ちてたんですね。シャアの仮面の取れた姿の下敷きが落ちてて、それを見た瞬間に、かっこいいと思ってしまって、キャラ萌えから入ってしまった子供の頃でした。皆さんもですね、これからもガンダムをどんどん応援していただけたらと思います。それでどんどん発展して、また G フェスティバル、開催の運びになるんじゃないかと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。シードデスティニーチーム登場ちょっと前、登場順は予定通り、各出演者は最終チェックを急いでください。2階 D 列25番、何をしている？ぼーっとしてたらただの見学者だぞ。このイベントは普通とは違う。何しに来た？どこまで受け身なんだあんたたちは。こちらは機動戦士ガンダムシードデスティニーのゲストの皆さん。ステージ登場直前のセリフの掛け合いは、舞台袖ではこんな風に演じられていました。というわけで、じゃあ鈴村さんの今日のファッションのポイントは。うるせえよ、だが。今日あの緑を基調にしました。緑を基調に、ちょっとおしゃれに着こなしてみました。星君は今日のあの衣装のポイントは。今日は緑ないよ、ないよ。こちらは緊張しまくりの機動戦士ガンダムシード CE73 スターゲイザーゲストの皆さんです。僕らは小野隊長についていただきます。隊長ちゃう。無理。でもなんか俺落ち目られると出る。出るのがストライクノア。ステージ上には緊張しすぎの3名が加わり、総勢9名のゲストによるスターゲイザートークコーナーが繰り広げられました。最後はやっぱりあのスターゲイザーとストライクノワールが戦ったりとかするんですか？ありますね。言っちゃった。後ろの輪っかがこうダッてフーメランとかするんだよね。ならねえよ。なんで喋ってんだよロボットが。だってほら自分の力なんか意思で動くとかって言ってるから喋ってもいいかな。どうですか関さん、今のご覧になって。いやめちゃめちゃ油断してるじゃないですか。面白いですね。ブーメランってのが一番面白い。違う、それは妄想妄想。 G フェスティバル開催おめでとうございます。ということで、スターゲイザーソルリューネランジ役の福山潤です。そうですね、スターゲイザーに今関わらせてもらってますけれども、このフェスティバルでも、出てますイグルーとかにも参加させていただいてまして、なんかちょくちょくとガンダムには関わらせていただいておりますので、なんと言いますか、自分の中でどんどんガンダムにいっぱい関われて嬉しい反とともに、これからもずっと関わっていきたいなと思っております。まだガンダムがどんどんいっぱい、そうですね、なんか今以上に倍ギネスとかにすごく乗るぐらいなんかこう広がってってくれたら嬉しいなと、その分全部見続けていこうと思っております。ということで、またスターゲイザーもよろしくお願いいたします。星さん、はい、星さんお、やばい、星さんと一緒になるとね、誰が来るんだ、すごいよ。佐藤さん、わ、いいの引いたね。よろしくお願いします。星さんと一緒やったら安全やで。どうやっても受けるからな。おい、入ってもらった。マジかよ。
なんだマジで、あの続いてはシード声優としての格付けを持ち前のユーモアさで決めてしまおうという無謀な企画、Gフェスバトル。初めのお題チーム名決定バトルから早速格付けが開始されました。Gフェスだったの、イベントで正座したの初めてだよ。初めてだよ、これ本当です。しかも反省しなさい、そこ星さん正座しにくそうですよ、その靴ちょっとしづらいんだよね。厳しいんですけど、はい、星さん基本的にあのラージヒルみたいな形になってますよ。ラージヒルラッピー、ガンダムシード平井大和役の星と一緒です。この度は G フェス開催おめでとうございます。そうですね、ファーストから27年も経ったということで、僕も、小学校の時にこう再放送でガンダム見て、楽しませていただいた方なんですけども、ね、これからこのシードをやってからはこう楽しませる側に回ったということで、まあ、ガンダムの歴史はまだまだ続いていくと思いますけども、まあ、僕はこのシードとして、皆さんを、ね、これからもまあ、いろんな形でこう楽しませていければいいなと思っております。まあ、今後劇場版も控えておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。スターのス素敵な一日になるように。素敵な一日になるように。うまいな、おい、なんと続くのかな、どうなんのこれ。じゃあ皆さんもご一緒にスターのタンゴのリズムで。これいい流れじゃないですか。繋がってますよ。いいよこれ。いいですよ。そうなるように単語のリズムで。はい、単語のリズムでスターのアー。アムロ行きます。わー。おー。なんか綺麗になってますね。なんだよ。これ綺麗。いいね。すごい。Gフェスティバル開催おめでとうございます。織笠文子です。私のガンダムの思い出は。いとこのお兄ちゃんのガンプラを壊して怒られて泣いたという思い出があります。窮地に立たされた子供の頃の思い出があるんですけれども、 G フェスティバルに参加しまして、今日これから大阪なんですが、笑いを考えなければいけないという窮地にまた立たされて、ガンダムって厳しいなみたいな思い出がたくさんできました。でもこれからも皆さんガンダムを応援してください、というわけで、ちょっと頭がぼんやりしてるんで何を言ってるのかわからないんですけれども、はい、ありがとうございました。ごいにしめた。スパイモビルスーツが。なんだスパイって。スターのタッ。夕焼けを眺めるタだよ。おい来たおな、スウェンカルバヤン、マイクを使え。しかも奥だし、そうね、普通に素で喋っちゃったよお前。ちょっとカルバヤン、ファントムペインちゃんとやって。すいません。じゃあもう福山さんに綺麗に締めていただきますかね。締まらねえ、絶対やる。行きましょう、はい、スターのあーアニメの録画を失敗した。どうですか、僕はこれ一流は揺るぎない感じがしますね。そんな気がします ね、私もそう思います。皆さんいい流れでした、ね、素晴らしい、うん、そういう風にね、綺麗、うん、にやったもんが一流か。虫けらの声は聞こえないな。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ガンダムシードデスティニーでスティングオークレー他何役かやっておりました諏訪部純一でございます。今回はこの G フェスということで、新藤さんと司会を担当させていただいております。これ DVD になって映像が雑誌につくわけですよね。どうなってんのかなと思ってちょっと時々ハラハラなんですけども、まあちょっとでもですね楽しんでいただければ良いかなと、当日会場に来られなかった方もですね、来た方も、まあ、これ見て改めて復習していただいて、あ、その場の勢いで笑えたけど改めて見るとなっていうこともあるかもしれません。でも気にするな、みんな頑張ってるんですよ、その努力は認めてください。というわけでガンダムはですね、もうちょっとで30周年を迎えます。僕も子供の頃からガンダムは見続けておりますけども、まあ、僕自身この作品に関われて、あ、ガンダムというものに関われてとっても光栄に思ってますし嬉しく思っています。これからもまだまだ
世界は広がっていくと思いますんで、一緒にガンダムっちゃったらいいじゃない。さよなら。